どうも。はい。どうもこんばん。ちょっと声が裏返っちゃった。どうもこんばんは。こんにちは。ハンドです。ダークレイス鈴木をやってまいります。よろしくお願いします。どっからやろうかなと思っているんですけども、前回の、最後の方でね、お伝えした通り、終わってないクエストが、まあ、いくらかあるんですけども、そのクエストもまあ、そうなんだけど、これ、風の洞窟ですね。風の洞窟がまだね、1階部分が踏破できていないんですよ。随分かかっちゃってるんだけど、1人ね、いなくなっちゃってるから、ちょっとまあ、戦力が今落ちてる状態ではありますけれども、まあ、頑張っていこうかなと思います。じゃあね、風の洞窟の、今ちょっと忘れてたんですけど、こっちの方がね、踏破できてないんですよ。なので、こっちをちょっと先にやろうかなと思ってます。ちなみに風の洞窟の方はおさらいなんですけども、木に変えられた人間、ここですね。ここにいる。それから、もうちょっと下の方、ここに、角を探してほしいと言っているユニコーンの慣れの果て。ユニコーンじゃない何かみたいなね。そいつがいると。まあ、それ、その二人をね、二つのクエストを解決するのが、風の洞窟内に、まあ、あるのかどうかはちょっとわかんないんですけども、とりあえずね、まずは、風の洞窟を、マップをね、埋めていきましょう。じゃあ、行きまーす。おう。わ。今までもそうなんですけど、こう、振り返った瞬間に敵がいると、うわっとかね、うおっとか言ったりしてるんですけど、本当にびっくりするんだよねっていう話してるんだけど、自分で動画見返してみると、なんかね、わざとらしいというか、なんか、演技でしょっていう感じしちゃうんだけど、いや、マジなんですよね。で、はい、今この辺りに着きました。じゃあこの辺からねマップ埋めていきます。この北の端の壁がね、この辺りがね、どこまで続いてるのかをちょっと確認していきましょう。2、3、4、5、あれ ?5、6。3、4、5、6。なんか敵によって遠くから歩ってくるやつもいれば、いきなり湧いて出てくるやつもいるのかもしれないな。なんかスケルトンって、なんか遠くから来るってよりも、やっぱなんかいきなり湧いて出てくる感じのが、なんか印象的に強いんだよな。
1、2、おう、1、2、3、なんかありそうな雰囲気だな。敵がうじょうじょいるだけか。あー、どうしようかな。なんか今日命中率悪いな、いつもよりも。よし、おお、まだいたのか。まだいる。1、2。こんな感じでつながっていたのか。なるほどね。ここはぐーっとつながってた。あとこの辺ですね。おう。誰？オルドムか。オルドム。そうだな。やっぱ武器かな。弱いからね、とにかくこいつ。火の魔法とかよりも、防御かな。おっと、あれなんかちょっとずれてんな。ちょっと待って、ん？あ、いや、ん？なんかやっぱずれてるね。この辺りおかしいな。あれ？なんか合わないぞ。どうしてでしょうか。なんかこの辺りが何か間違えてるっぽい。おっと。1、2、3、4、1、2、3、ここは合ってんな。1、2、3、4、おっと、
なるほど。多分ここが右に1個ずれてるんだな。こうだな、多分。うん、これなら辻褄が合う。1、2、3。大きい部屋だけど特に何もなし。よし、風の洞窟の 北側南側って区別することができるような気がするんですよね。この扉を中継してここで読み込み入るしね。多分そういうことなんだと思います。そうなるとやっぱり4んちゃう、そういうわけでもないか。まあ、今んとこここにぴったり収まってるんだよね。ここにぴったり収まってるってことはマップ設定の 20×20 か。 20×20 でひょっとしたらそれ以上大きいと どっかで読み込みが入るのかもしれない。なんかやばい。順番にお願いします。今いる場所は多分この辺りですね。あれ、この見えないか。この辺り。じゃあ南側に行きます。ああそうだ、こいつがいたんだ。多少防具を買ったりはしたけど多分まだまだだと思いますね。とりあえずまっすぐ行って右行ってこっち行ってこの辺りに行こうかな。まっすぐ行ってうわぁ、どうせ魔法効かないからなこいつ。いっぱいいるな。やだな。おっと、後ろに忍び寄っていましたね。1、2、3、4、5。ここかな。ちょっと待って、ここやっぱずれてんな。おかしいな。ここから 1、2、3、4、5 でしょ。でここ飛びだ。やっぱずれてる感じがあるな。1、2、3。
1,2,3,4,5。うん、ここはやっぱ 5マスあるんだな。どうなってんだろう、このあたり。ちょっとわからないけど、ここは少なくとも5マスある。ちょっとこっち側曲がってみるか。ああ、もう。おっと、やべえ、フレイヤー、うほー。今いる場所はこの角のはずなんですよ。で、1、あれ1、あー来たー、魔法ライトニングボルト。あ、そっか、アイテムあったんだ、回復の。回復させてやった方がいいな。なんかダメージ食らってるな。後ろにもったんかい、やばいなこりゃ。やばい、やばい、やばい、やばい。どうしよう。うわぁ。あ、ま、待って、ない。魔法、普通の攻撃の方がいいか。これなんだっけ。あ、回復魔法か。回復っていうか状態異常を治す魔法。あー、信じた。あー、もう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 しょうがない。とにかく一番近そうなのは回復ポイント、ここだな。今この辺りにいるんで、ちょっと調査ができない、これじゃ。むん、ここ3マスあったな。ここ今3マスあったぞ。で、まず生き返す魔法を使う。で、休憩所で休む。で、回復のロッド、これはシオンが持ってるのか。シオンじゃなくてフレイヤに持たせるかな。あとはあれ、銅のロッド、あ、これアスクが持ってるのか。まあこれはいいか。で、一応セーブしとこう。あー、マジかよ、そんなバナナ。あ、今セーブしたんだからやり直したっていいんだけどさ。やり直すか、リセットするわ。結局ダメージは食らうんだな。でもジャイアンとか、ジャイアンはいないから、
ここで待ってたんか、お前。今いる場所はこわー、ほんと敵が重いなこの洞窟。ちょっとこの辺の扉とかもまだマッピングしてないんですけど、ここはもうちょっと後でやります。おかしいところを直さないとね、とにかく。あ、間違ってるな、こっちじゃないや。ここだ。うっぷー。そして命中率がいいんだよな敵が。ですね、1、2、あ、ここは2マスでいいのか。わあ、いる、ゴリライモがいる。さてと、ここですよ。今いる場所はこのカードで、あれ ?1、2、3、4、5 か。すると、やっぱりですよ。この辺りからかな。これを、切り取ってこの辺り、こんな感じかな。で、あの女王様がいた部屋がこれなんですけど、どこだ。おお、びっくりした。ここだな、合ってるな。この部屋って入ったっけかな。ちょっと入ってみるか。うわー、マジで3匹来てる。ああ、オルドン死んじゃったよ。弱いだろう、体力1番じゃないか、まあ、2番目に体力多いのにさ。しかもレベルアップして防御力上げてやったばっかなのにな。ああ、いる。なんか扉の近くで湧いてるように見えるのは、湧いてるんじゃなくて扉をやっぱ通過してきてるのか。なんか扉の近くにいると敵が湧いてくる可能性が高いなとは思っていたんだけど、湧いてるんじゃなくて扉を開けて入ってきてるんだな。よし、じゃあ帰るか一回。なんかここやね、探索するって言ったのに全然探索できない。まあでもちょっとマップを直せたからいいか。
もう一人欲しいな。やっぱこのダンジョン、このダンジョン結構ね厳しい方なんじゃないですかね。や風のダンジョンは後回しにした方がいいのかな。うわーやべえ、挟まれた。とりあえず、北側に来ればいくらか安心できる。こっち側に来ればね。ここにいる連中はそんなに大したことないから、ここから全滅することはないだろう。うるせえな。痛い、結構痛い。痛い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 。おっと、びっくりした。ふう、やれやれ。魔法。さてと、しかしお金がなかなか入らないゲームなんだよな。ドロップアイテムを見つけて売っ払う、これしかやっぱないんでしょうかね。このキャッツのキャッツアイの首輪ってのもそうなのかな。とりあえず一回使ってみたっけ。何も起きないだけだっけ。何も起きない。だけどさ、突然何も戦闘もしてないのに床に落ちてたような感じがしたんだけど、どうなんだろう。なんか、売ってしまっちゃまずいんじゃないのかな。まあいいや、とにかく、そうだな。ちょっと風の洞窟もまだ行きたいんだけど、この感じだとなかなか言っても厳しいような気がするんですよね。ちょっと他に、墓場の、盗難でしたっけか。なんかあの、墓場嵐が死んでたってやつ。あそこの様子をちょっと見てみようかな。墓場に入って、盗難の角に行ってこいってことなんですよ。で、これ、ここの時はまだマッピングしてなかったんで、今回、マップを新たに書くのかどうか、ちょっと、そんなにひどくなかったし、なんとなく覚えてるから大丈夫と思うんですけどね。あ、しまった。まあ、一回大丈夫か。携帯食料買ってきてないよ。向いてんのは北側か。あれ？あ、真ん中か。わあ、懐かしいな、こいつ。久しぶり。南に向いてる。東に向く。ここじゃないかなと思うんですよね。これ、不意に背中におかんが走った。おかん！ちら。いない。
ほう。東の壁に隠し扉を見けた。西を向いてサーチしたのに、頭がクラクラしてきた。突然目の前に巨大モンスターが現れた。奥の方から奇怪な叫び声も聞こえてくる。体が動かない。モンスターに襲われると思った瞬間、モンスターの姿が消え去った。そして女性の美しい声が聞こえてきた。我が栄えあるレノ族の若者よ。ああ、主人公のシオンってレノ族の末裔だったのか。生命研究所にようこそ。先ほどのモンスターはダークレイスを近づかせないため、私たちが作り出した幻影です。安心して中へお入りください。この研究所は見学者を常に歓迎する用意がしてあります。なお、直接生命に関わる装置が多数ございますので、係員の指示、そういうなんかアトラクション的な、マッピングしないとまずそうな感じだな。なるほどね。あれどっちだか分かんなくなっちゃった。ここだよね。ここをスタートだ。そしたらここからマッピングしていこうかな。ここまでは大丈夫だと思うので。今向いてるのは東側。スタート地点。これがスタート地点と。スタート地点なんかマークつけとくか。まあ、女性の声したからここに女性のマークつけとくかな。頭クラクラしてきた。これレノ族の若者じゃなかったらどうなっちゃうんだろうな。1、2、3、東西3ブロックの南北3ブロックか。ここに扉がある。1、2、3、あれ違う、こうか。1、2、3、1、2、3、4、5。
なんか123123言ってんのにずれるのもね、まあ、しょうがないのかな。うん、122ブロック、全然なんか研究所っていう雰囲気が全く漂ってないんだけど、なんか案内とかも全然ないしね、なんなんでしょう。てか敵も出てこないな。なんか命に関わるような、なんか危機が、研究に使うような危機があるから気をつけろみたいな話じゃなかったっけ。なんだ今変な動きしたぞ。たまたまか。そういえば休憩ポイントがないな。階段か？このさっき奇妙な機械がある。一畳の光が天井から差し込んできている。その光は奇妙な機械に当たっている。何かが書かれた紙がある。慌てて書いたようで字が乱れている。書かれていることを読みますか。はい。ここは天体を研究するところだ。生命の精子は天体の力と大いなる関連がある。なるほど。じゃあこれちょっとメモしとこうか。生体研究所。天体を研究するところ。どっちなんだよ。生物の精子は天体の力と大いなる関連がある。例えば生物の死は
月の力によるもの。生物の誕生は太陽の力によるもの。我らは太陽の力を固体化する機械の製作に成功した。ここは太陽の力を固体化する機械の製作、しかしその効率極めて悪く、1年かかってわずかに目に見えるほどの小さな粒を得る程度にとどまっている。何を得てるんだ。効率が悪いと。我がレノ族はダークレイスに脅かされ、すでにいくつかの拠点を奪われた。このまま研究を続けたいが、ここからさらにもならぬ時が来たようだ。あ、なるほど。これはまあ過去のレノ族の、まあ、残した遺跡みたいなもんなんだな。これはレノ族の研究であったらしいと。この場所は封印し、ただの地下墓地であるかのように偽装することになっている。そしてここで研究の成果はダークレイスに利用されるように処分するのだ。なるほど、もう処分されちゃってんのかな。ってことはさっきの案内も当時の案内か、あれは。なるほどね。偽装されて地下墓地となっていると。しかし太陽の力で集める機械だけは私の独断でこのまま動かしておくことにする。もしダークレイスが命を与える粉を手に入れたとしても危険はないであろう。そして時が過ぎれば再びここにホワイトフォースの勇者が訪れるかもしれない。その時こそこの機械で集めた太陽の力が役に立つはずだ。なるほど。機械についている皿の上に白い粉が溜まっている。太陽の粉を手に入れた。よし、なるほどね。ちょ、マップにもメモしとくか。どこでしたっけ。ここか。太陽の力を集める機械、太陽の粉があると。これは、同じか。太陽の粉ってのがね、何に使われるの。あの木になっちゃった人間にかけるのかな。それとも単純に蘇生のアイテムなのか。太陽の粉、ちょっとね、何に使うかまだわからない。行ったところで一旦戻ろうかな。いや、なんかもうすぐ終わっちゃうのかな、これ。戻らないで。あれ、今どこにいるんだ。あ、ここか。はいはいはい。分かった。こっちにまだ行ってない。あ、ここから先まだ行ってないんだな。でさっきのあの幻のモンスターを見て、あの墓場嵐は死んじゃったんだ、ショックで。なるほどね。よし、分かった。まあこれで全部ですね。生命研究所、生命研究所と。よし、帰ってジャック、おう、帰ってジャックに報告して終わろうかな。
ここに初めて来た時ってまだアスクしかいなかったんだっけ。あれ、ここでいいんだっけな。よっしゃ、一旦セーブしてから墓場にもう一回行ってみる。よーしよ、調子はどうかな。まあ特に何もないと。まあでも太陽の粉ってのがね、何に使うのか、なんか重要そうな気もするしな。はい、といったわけで、本日はねこれで終わりにしようと思います。また続きのだあじゃあ、今回はこれで、はい、じゃあそろそろ、今日はこれで終わりにしようかと思います。次回のダークレース動画でお会いいたしましょう。さよなら。